デモシーン。デモとは、主に音楽を伴った美しい CG アニメーションをリアルタイムに表示するプログラムのことである。デモシーンとは、デモ、デモを作成する、デモグループ、デモの見せ合いの場である、デモパーティー、デモの分類の一つでありそれぞれが特筆すべき歴史を背負ったイントロやメガモなどの諸要素を総合した文化のことである。この項目では、 デモとデモシーンを合わせて記述する。デモ及びデモシーンはサブカルチャーの一つであり、デモはデモグループと呼ばれる高度な技術を持った人々の集まりによって作られる。デモグループは少なくともプログラミングを担当する、コーダー、CG を担当する、グラフィッカー、音楽を担当する作曲者で構成される。また、個人で制作を行う場合もあり、 その場合はデモメーカーと呼ばれる。ヨーロッパではこのデモシーンにおいて際立った技術力を持った人がコンピュータ業界、特にコンピュータゲーム業界に就職して活躍することもある。デモの源流は1950年代に行われたにまで遡ることができるが、この文化の直接的な起源は8ビットホビーパソコンの販売が開始された1970年代末。 頃から8ビットホビーパソコン全盛期となった1980年代初期にかけて起こった寒い気候のために家庭内でコンピューターで遊ぶことが多い北欧の若者たちの間で Apple II やコモドール64をはじめとするコンピューター用のソフトウェア特にゲームソフトのクレジット表示を自らの署名に書き換え友人間で見せ合うクラッキングが1980年代 前半まで流ったこの署名は時代が下るにつれ徐々に高度なプログラミングテクニックを用いるようになり、後にイントロと呼ばれるデモの一要素に発展する。また、見せ合いは後にデモパーティーに発展することになる。この当時、ディスクを挿入した時に最初に読み込まれるイントロ部分は512バイトから4096バイト程度なのが普通であり、 クラッカーはその容量の範囲で、クラックとロ、クラックされたイントロを作成していた。その後、クラッキングとは別に自らオリジナルのグラフィックや音楽を作成した上で署名を入れたものが作られるようになる。この頃はグラフィックは 2D であり、単純にスクロールや簡単なラスター画像を表示するものであった。1980年代後半には、 アミーガやあたり ST などの高性能な16ビット機が発売され、利用できるメモリやファイルサイズも増大して、より高度なデモが作られるようになる。これらを称してメガデモと呼ばれるようになった。1992年度優勝作品などがメガデモの傑作として知られている。1990年代に入り、パーソナルコンピュータの性能が上がるにつれ、 3D グラフィックスを取り入れた作品が登場するようになる。また、IBM PC 互換機の性能が向上し、MS DOS 上で動く PC デモが、a m i ガ g a デモや、あたりデモに代わって、デモシーンの主流となった。などが、PC デモの傑作として知られている。その後は Windows を搭載した IBM PC 互換機が、パソコン市場を加戦したことや、 高性能な GPU が普及したため、それらの環境の上で動くデモが標準となっている。わざわざ p c デモと呼ぶ子もなくなっている。現在でもデモの主流は 3D グラフィックであるが、かつての 2D グラフィックによる表現方法を好む人も多く、そのような作品はオールドスクールと呼ばれている。また、今もなお、コモドール64やアミーガなど旧機種のデモを、 制作しているるデモグループも存在する日本ではデモシーンのような文化は発生しなかった。デモシーンの中心地は欧州であるが初期のデモはコモドール64やアップル2や ZX スペクトラム等の日本で全く普及していない海外製ホビーパソコンで開発されていた。当時の日本は NEC の PC-8801 シリーズや PC-9801 シリーズなど日本でしか普及していないパソコンを3夜が主流であり、また日本初の国際標準規格である MSX は国外どころか日本でも主流たりえていないという状況で、1980年代中盤以前の日本には海外製でも閲覧する環境はなく、従って欧州のデモシーンの動きが日本まで知られることもなかった。 しかし1985年に発売され、欧州のデモシーンを席巻したアミーガは、日本人のアーティストらを中心にいくらか普及したため、彼らを通じて、アミーガ用のメガデモが1980年代末頃に日本に流入た。アミーガの熱狂的なファンとして知られる、平沢進は80年代後半頃から秋、元キツネら周囲の人に、ジャグラーなどのメガデモを見せびらかしており、 1990年代中盤には、ビデオジョッキーの藤原博士が、スペースシャワー TV の番組、ンで、ステート・オブ・ザ・アートなどの著名なメガデモをいくつか紹介するなどしている。PC デモがインターネットを通じて流通するようになった現在でも、その頃の名残でデモ全般をメガデモと呼ぶことも多い。1983年ヨーロッパ最大の、 家電メーカーであるオランダのフィリップスが MSX をニューメディアと位置づけ販売を開始した。そのためオランダやスペインやブラジルを中心にヨーロッパや南米で MSX は普及した。特に1980年代 MSX はオランダで最も人気のあったコンピューターでありコモドール社のコモドール64やシンクレア社の ZX スペクトラムよりも人気があった。 ヨーロッパでメガデモのブームが起こるとヨーロッパの MSX クリエイターも隠しメガデモを開発した MSX クラブ GHQ という導人サークルが1980年代後半に解放誌や MSX ファンや MSX ガジンなどの雑誌を通じて欧州製 MSX のメガデモを紹介したりソフトベンダータケルにて導人ソフトの扱いで販売したりもしていた 特に MSX ファン誌では海外 MSX シーンの動向を紹介する国際化というコーナーでこのサークルの活動がしばしば取り上げられ、さらには MSX ファン1992年11月号の付録陸として MSX クラブ GHQ によるアンマ S アミューズメントディスクが収録されるといった動きがあった。アンマ S アミューズメントディスクは後に パソコン通信上に流出して広く閲覧された。当時まだ、ラスタースクロールなどの技術が日本では知られていなかったため、日本の MSX ユーザーを大いに驚かせた。MSX 発祥の地である日本ですら、MSX 用でもより、アミーガ用でもの方が有名であることは、MSX マガジンの編集者も認めるところであるが、MSX20 周年である2003年には、 オランダでなおも活動するデモグループによる MSX20th Anniversary デモが MSX マガジンによって日本に紹介されその健在ぶりを示した。現在の日本では動画共有サイトの存在によって実機を所有していなくともデモを閲覧することが可能である。またネット掲示板やツイッターの存在によってデモ制作者同士の連携も容易となっている。 にチャンネル掲示板にはデモシーンに関するスレッドがあり2009年には有志によってオンラインでのデモパーティーに茶パーティーが開かれた2011年にはついにオフラインにて日本初の本格的なデモパーティーとなる東京デモフェストが開かれたデモはすでにコミュニティが高度に発達している地域においても曖昧な芸術表現の手段であるがコンピューターゲーム業界や メディアアートの分野に多大な影響を与えている。今日も多くのヨーロッパのゲームプログラマー、アーティストやミュージシャンがデモシーン業界から排出されている。例えば、マックス・ペインで知られるフィンランドのレマディエンターテインメントのメンバーらが結成した。デモは様々なプラットフォームを対象にして作られる。単にパーティーと呼ばれることがある。前述通り、 見せ合いからの発展型で、複数のグループ、個人参加もあるが集まり、作品の発表を行う。複数日、通常2から4日間にわたり予通し行われ、様々な、コンポ、コンポ、コンペティションの略が行われる。会場の参加者により投票が行われ、最優秀作品が決定される。カテゴリーはおおよそ、デモの種類と同様になるが、さらに分かれる時がある。 大規模なデモパーティーでは大手 IT 企業がスポンサーにつき有能な若者のヘッドハントが行われるほかデモパーティーに参加するために集まったグループがそのままゲーム会社などを起こすこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。